はい、皆さんこのやつは酔っ払い YouTuber のレさんです。今日はちょっと寒すヘトレです。セコがね、食べたいなと思って、ちょっと今からこれをさばきたいなと思ったんだけど、みんな仕事の都合上全然集まらないし、解凍した後の日置いとけないので、今から私一人でこれセコガニパーティーします。はい、ザザザザーン、すごいでしょ。じゃあそういうことで今からさばいていこう、やっていきたいと思います。はい、まあ捨てる人はいると思いますけど、もうセコガニをさばき方ちょっと今から皆さんに教えたいと思います。私もさっき動画で見てたけど、まずね、このアスエたちをね、関節をこう逆に向いて、この2本の筋全部取ります。こういう感じね。はい、こうやって全部筋抜きます。で、まずやることっていうのはこのお腹、これをね、奥まで手持ってきて、こうやって向きます。で、ここに一番おいしいって言われてる内子があるので、これこのままちゃんと戻しておきます。戻しておいて、これはこのまま置いておきます。後で取ります。でですね、この足たちを片っぽずつこのようにして折ると、こういうふうにめくれます。わ、めくれたね。で、ここにこういうふうに内子がいっぱいいますね。で、ここの口一回押し込みます。ここにバッとこのような形にします。で、こういうのはちょっとスプーンを使ってですね、こういう感じでスプーンで全部取っときます。綺麗にね。これで中の内子がこれで取れます。で、この食べれないところですね、ここはもう取っちゃいます。ここ、あの身あるんですけど、これはもうスプーンの端とか、まあそんなんで取れるんで、取れる分は取ってください。持たないですからな。そしたらここからですね、足を向いていきます。で、これはもう食べる場所ないです、ほぼほぼ。なので、まあ飾りに使ったり、もう何か使ってください。ハサミでね、包丁できる人は包丁で、もうハサミでこの付け根よりちょっとこっち側、ここですね、ここ切ってください。ここ大事です。これここ、こういうふうに切ってください。全部付け根よりちょっと右を切ります。このような形です。で、ここからいるものがこのすり鉢、これ必要になってきます。こいつを使って身を出していきます。この広い方を前に持ってきて、こういう感じ、もう一回いきますよ、こういう感じ、こういう感じ。これを全部やった後、次これ、これもそうです、これも上から押し付けて出します。はい、ほぼ身が出ます。で、ちょっと残ってる分は手で取ってください。こういう形で、ここもこういう形で、これ出します。はい、こういう感じですね。はい、もうほぼ身がないです。で、こうやって出ます。これである程度の出し方教えられたかなと思います。あとはここを向いてご飯に盛り付けて丼を作っていけたと思うよ。じゃあそういう形で何個もやっていきます。
はい、念願かなってやっとできたよ。ちょっと途中もう片言になることすら忘れるぐらいカニってもうわけわからないしんどかった。カメラマン後で来るって種屋言ってたのに誰も来ないし、今日は私の弟が今来てくれたからちょっと怒ったようだよ。毎度。はい、双子の弟、最近ねちょっと TikTok もやりだして。そんなん私もやりだせたね。そう、やりだせたから皆さんよろしくお願いします。じゃあまあそういう形で後で今から食べますが、はい、できました。ちょっと私カメラに専念します。あ、どうぞ。はい、あえての外子を真ん中に置くというスタイル、普通こうだからね。はい、でもはい、セコガニ丼贅沢に食べてみたい。はい、お金は払ってません。はい、でおつまみ用にただのセコガニのお刺身です。映ってますね。これは酢砂糖、砂糖酢、お酢につけて食べたいと思います。こちらお醤油、今からもうわさび醤油なんですけど、みんな食べるで私の弟わさびあまり好きじゃないからちょっと、そう、ね、うん、これをこういうふうにかけていきます。おいしそう。これはね、こういう感じで、はい、こういう形にします。まずこういうね、おつまみと組ませたら、はい、来た、そればのやつパクリや。はい、ではちょっとやっていきたいと思います。食べる前に出しちゃったけどね。まず身をね、おーそー、なんだろうね、濃厚ね、ちっちゃいのに。で、このセコガニのいいところ、食感いろいろ味わえる。うん、おーそー、このね、うち子がやっぱ一番甘くておいしいね。何もつけなくていい。うわ、甘い。今から7対3やりますからね。パクリ全然できてないから1対9。はい、7対3。1対9や。7対3。そこね、おいしい。あということで今から丼いきますよ。まずこのうつこんどもう全部混ぜてね、ここら辺いきますよ。うわー、これなんか、もうめっちゃうまいやん。普通に戻ってるで。うますぎるわこれ。絶対おいしい。こんな贅沢。うまい、うまい、うまい。ご近所に迷惑やから。うまそう。今ネットでもね、ものすごく頼みやすくなってますし、まあ、値段はちょっとするんですが、家族で食べる分でいくといいかなと。7、8000で売ってるものもあるし、安かったら4、5000で持ってると思うので、まあ鍋するっていう感覚で一度頼んでいただいてもいいかなと思います。それではゆっくり田畑へ行くよ。パクリ